ですね、オーシャンを見送ったんですが、あと40分ありますので、まあちょっとまた駅に降りましょう。鍋ですね、ここセブンイレブンありますんでね、なんか山陰行った時よりもね優しい感じがしますね。いやもう山陰の時駅前何もなかったからな、だいぶ構えてたんですけど、なんてことはなく、このコンビニはうまいことコンビニありますね。駅前もしっかりしてて、北田鍋の駅もこのようにね立派な駅舎があって、田辺市の観光駅舎とかあっていいとこですね。武蔵坊弁慶ですね、もう田辺ゆかりの町ですからね、だから至る所に弁慶のなんちゃらかんちゃらっていうのがありますね。ただ私ねここであんまりやってるわけではなく、もう次25分頃に入ってくるらしいので、コンビニでねやっぱりあったかいもの欲しいですね。次新宮までね3時間ぐらい乗るんでね、ちょっとなんか非常食かなんか買ってね乗り込みたいと思います。梅干しでも買ってってやるか、なんかいろいろね。はい、というわけでね、北田鍋からスタートになります。ここから新宮まで3時間の超ロングランです。30駅ぐらいあるんですね。
Thank you.
今から始まるの。